皆さんこんにちは、ポーザーズチャンネルです。これから MC をやっていく石井こと石田です。よろしくお願いします。さあ初回の今回ですが、ここで練習しているビッグゲスト大塚健くんの練習風景を密着していきたいと思います。それではまずコーチの安さんにインタビューしていきたいと思うので、ぜひご覧ください。さあそれではボーダーズプロダクション代表、元プロスノーボーダー、今はプロのコーチをしている佐藤康弘さんにちょっとインタビューをしていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。普段はどんなコーチをしているんですか？普段はどんなコーチングいってる？左へ迫ってきますね。はい、秘密です。はい、秘密なんです。じゃあ今日は大塚健くんのちょっと練習風景を。そうですね、その前に、はい、もうちょっとなんかこれね、まさにこの YouTube のチャンネルは、はい、あのこのふわっとした感じで始めたいと思います、はい、なんで温かく見守っていただけたらいいなと、はい、いうとこですよね、石。はい、そうです、はい、もうふわっとしていくので、はい、皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあこちらにいるのか、ここにいるのか、なんとビッグゲスト大塚健くんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあいつも通りちょっとリラックスで、もう世界ランキング陸屋1位やって、もう素晴らしいランキングです。じゃあちょっとやばい、飛んでもらいましょう。何でしょう。おーっと、いきなりバックサイドロデオ。バックサイドワンアイです。あれはバックサイドロデオではないです。はい、すいません。バックサイド7-2です。いや今のちょっとすごすぎたんで、もうちょっと近くで見たいと思います。さあ移動していきましょう。タケル引かないでね。うまさの秘訣を間近で見たいと思います。来ました来ました来ました。おお、おお、近すぎてよく見えなかったぐらいです。いやちょっと今のすごすぎたんで、詳しくあの技を教えてもらっていいですか？今のはバックセブンって言って、はいはいはい、まあでも2回回ってるだけなんですけど。2回回ってるだけ？最高どれぐらい回せます？ X ゲームの時に、はい、とトリプル18みたいな感じの。タカルアツカは only competed in one X Games big air event. He's got a gold medal. Wow. え、18？ 縦3回の横5回。よくわかんないです。18、1800ですかね。はい、俺もできますかね。あ、もうとりあえずやってみたら。このなぜこのちっちゃいの飛ぶか、これはね、そう、なぜなぜなぜ、ごめん、ちょっとなんか今嘘つきそうな感じがするから、やめときます。秘密です。ここ大丈夫？あ、すいません、ストッピー。すごい速いですね、本当に。マニュアルの免許取った。言われるから周りの人に、オートマないよねみたいな。お兄ちゃんは特にバカにしてくるから。あちらに見える雲は積乱雲って言って、はい、あそこら辺はもういっぱい大雨が降る雲です。で、小学校の時聞いた記憶があります。行ってきます。回転したんでしょうかね。あんな雲の知識ってから素晴らしいギャップです。忙しいね、横のアングルは特にそれ。ないよね、こんな今まで。顔だけホールド。はい、はい、お願いします。タケルの場合は5年生の時から、ね、目が違う、ね、目が違う。勝負師の目してるっていうか、殺し屋みたいな目してる。タケルの通常モードはもうすでになんかこういう目を、こうかな。
このね、目が違った。寒いです。あー、どうしよっかな。まだは頭重いんで、フロントのダブル10で。いってらっしゃい。行ってきます。あ、これ俺も見てみたいな、自分の目線カメラを。はい、じゃあ今日は大塚健くんの練習風景を見ていただきました。皆さんどうでしたか。今日一日秘密にしなきゃいけない部分が多かったので、非常に難しいミッションでした。どうでした健くん。あ、そんな感じまあそんな感じで、あのね、ふわっと第1回目は、はい、第1回目はこれで終了とさせていただきます。皆さん見ていただきありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。まあ第2回第3回と続いていて、あ、締めたのにまた喋りました。いや、全然いいっすよ。